皆さんこんにちは。最高位戦関西所属の三木麻也です。桜木由紀です。これから私たちが最高位戦関西所属の選手をご紹介いたします。昨年から立ち上がった最高位戦関西ですが、個性的な選手が多いので、皆さんこの機会にぜひ選手の名前を覚えてくださいね。ではご覧ください。ではまず最初の選手の方を紹介します。まずはお名前をお願いします。友添俊幸です。はい、では会えるお店はどちらですか？京都の河原町という駅から徒歩5分のポッチという店をやってます。僕の店っす。はい、では最後に視聴者の皆様に一言お願いします。去年のリーグ戦も僕が優勝しまして、新人王も取りまして、それからいろいろ呼んでもらってるんですけども、勝ちまくってるのが私です。麻雀には家庭しかねえとよく言ってるんですけども、正しい家庭で、結果を導く麻雀をするので、皆さん応援してください。はい、こんな最強の友添プロにぜひ皆さん会いに行ってください。ありがとうございました。では続いての選手の方をご紹介します。まずはお名前をお願いします。中村誠司です。はい、では最高位戦関西にのアピールをお願いします。非常に、レベルの高い麻雀をしていると思うし、すごいやってても刺激になるんで楽しいところです。はい、では最後に視聴者の皆様に一言お願いします。一言、頑張ります。はい、ありがとうございました。それでは続いて選手のご紹介をさせていただきます。まずはお名前お願いします。島田優です。島田さんはどちらのお店に行けば一緒に打てるんですか？麻雀の天王寺店に来ていただければ大体僕はいます。はい、では最後に、視聴者の方に一言メッセージお願いします。関西最高位戦盛り上げていくため頑張っていきますのでよろしくお願いします。島田さん、ありがとうございました。では続いての選手をご紹介します。まずはお名前をお願いします。はい、藤田正則と申します。はい、では最高位戦関西について何か一言お願いします。はい、私もまだ入ったばっかりですから、これから頑張ります。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。それでは続いてのプロを紹介させていただきますね。まずはお名前をお願いします。はい、松田誠也です。では松田誠也プロから皆様に一言メッセージお願いします。はい、これからも、もっと麻雀を強くなれるように頑張るんで応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、では続いての選手をご紹介します。まずはお名前をお願いします。北原俊介です。はい、北原さんと会えるお店はどちらでしょうか？梅田のマーチャオ4人内ベータっていうお店で働いているので会いに来てください。はい、皆様ぜひ行ってみてください。ありがとうございました。それでは次の選手のご紹介です。まずはお名前お願いします。中村春です。はい、では視聴者の皆様に一言メッセージをお願いします。そうですね、しばらく休業しますので、ネットのマルジャンでまたお会いできればいいかなと思ってます。以上です。はい、ありがとうございました。では続いての選手の方を紹介します。まずはお名前をお願いします。はい、佐々木隼人です。はい、最高位戦関西のアピールをお願いします。はい、最高位戦関西には、すごく強くて魅力的な、麻雀打ちがたくさんいて、しかもできたばっかりで、なんと C2 までしかないので、入ってくるとすぐその強い人たちと対戦することができます。はい、では最後に視聴者の皆様に一言お願いします。はい、現在僕は麻雀店勤務ではないんですが、どこか町の雀荘で会うことがありましたら、精一杯にこやかに打ちたいと思うのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それでは続いての方を紹介します。まずはお名前お願いします。
神林雄太です。普段は梅田の健康麻雀、趣味の会というお店で働いてます。はい、皆さんぜひ行ってみてくださいね。それでは視聴者の方に一言お願いします。はい、皆さん熱い麻雀を打ってください。頑張ってください。はい、では続いての選手をご紹介します。まずはお名前をお願いします。紅林健吾です。はい、紅林さんに会えるお店はどちらでしょう。東大阪の雀荘のプシケと言います。はい、皆様ぜひ行ってみてください。ありがとうございました。では続いての選手をご紹介します。まずはお名前をお願いします。はい、西本あかりです。はい、最高位戦関西のアピールをお願いします。前回夕刊フジ杯に出させていただいて結果はちょっと残念だったんですけど、これからいろんな大会に出て最高位戦関西も頑張ってるぞっていうところを見せていきたいと思います。では最後に視聴者の皆様に一言お願いします。はい、今いろんな雀荘に雀作さんで作っていただいたカレンダーが貼ってあるので、もし見かけたらよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。はい、では続いての選手の方を紹介します。まずはお名前をお願いします。はい、28期高級の会の武田哲也と言います。はい、では視聴者の皆様に一言お願いします。はい、関西出身なんで関西リーグに参加しているんですが、土田先生の教室とかもありまして、月に 3,4 回東京と大阪を往復している状況なんですが、おかげでというか、ちょっとポイントが寂しいところなんで、なんとかプラスに回れるように頑張っていきます。はい、ありがとうございました。はい、では続いての選手の方をご紹介します。まずはお名前をお願いします。はい、楠橋聡です。はい、普段はどこのお店で働いていますか。麻雀の難波店、梅田店で働いております。はい、では視聴者の皆様に一言お願いします。関西の麻雀界が盛り上がるように頑張っていきますので、今後もよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。では続いての選手の方を紹介します。まずはお名前をお願いします。はい、関西で事務局長をしています、今村純平と言います。はい、普段働いているお店教えてください。普段は、麻雀の梅田、4人口のベータ店で働いています。はい、では最後に視聴者の皆さんに一言お願いします。はい、麻雀というゲームは、強い人が勝つゲームではなく、弱い人が負けるゲームだと私は思っています。なので、リーグ戦でもお店でも麻雀は全て普通に打って普通に勝ちます。はい、ありがとうございます。素晴らしいコメントありがとうございました。今村さんでした。はい、では続いての選手の方を紹介します。まずはお名前をお願いします。中村のりとです。はい、では働いてるお店を教えてください。麻雀京都駅前店で店長をやっています。皆さんのご来店をお待ちしています。はい、ぜひ皆さん会いに行ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。次にご紹介するのはこの方です。まずはお名前お願いします。最高位戦39期前期たまり進むです。はい、それでは視聴者の方に一言お願いします。普段は電気屋で働いてまして、麻雀屋さんで働いている人たちに比べたらまだまだ劣ると思うんですけども、一生懸命頑張って、来季は昇級したいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、では続いての選手をご紹介します。まずはお名前をお願いします。栃谷明と言います。はい、会えるお店はどちらでしょうか。奈良県にある香芝市にある、麻雀利白と言います。そうですね、サウジの店なんですけど、女流プロも呼んで4日もしますのでよろしくお願いします。はい、では最後に視聴者の皆様に一言お願いします。ちょっと今日は C3 に陥落したんですけど、また頑張って上がってきますので、応援のほどよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。では続いての選手の方を紹介します。まずはお名前をお願いします。笠井充です。今は麻雀の市場カラスもアルファ店で働いています。
はい、では視聴者の方に一言お願いします。まだ最高位戦の関西支部できてすぐで、僕まだ学生なんですけど、学生の方とかもどんどん麻雀強くなりたいとか興味ある人は参加してみたらすごく面白いと思うので、学生の方もぜひ参加してみてください。お願いします。はい、ありがとうございました。では続いての選手の方をご紹介します。まずはお名前をお願いします。安保隆夫です。はい、では会えるお店はどちらですか。マーチャオの梅田4人打ち店のベータっていうところです。はい、では最後に視聴者の皆様に一言お願いします。いやー、マージャンって難しいですね。今ちょうどラストを引いてきたところです。いやー、頑張ります。いや、今日は頑張らなくていいです。同卓なんで、はい、今日は同卓なんであんま頑張ってほしくないんですけど、まあこれからは頑張ってもらいたいと思います。ありがとうございました。はい、では続いての選手の方を紹介します。まずはお名前をお願いします。小倉大輝です。はい、では視聴者の皆様に一言お願いします。雀荘で働いてなくてもぜひ好きな人ならプロテスト受けてください。お願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、では次の選手のご紹介です。お願いします。大沢文奈です。よろしくお願いします。ありがとうございました。では続いての選手の方をご紹介します。まずはお名前をお願いします。小山剛です。はい、会えるお店はどちらでしょうか。マーチャオヤギ店です。はい、では最後に視聴者の皆様に一言お願いします。頑張るんでよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。では続いての選手の方をご紹介します。まずはお名前をお願いします。文藤雅美です。はい、では会えるお店はどちらですか。京都のマーチャオ店です。はい、では視聴者の方に一言お願いします。皆さん一緒に麻雀打ちましょう。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。では続いての選手をご紹介します。まずはお名前をお願いします。清水博樹です。五条御前を下った来来荘というお店で働いております。はい、では視聴者の方に一言お願いします。最高位戦できたばっかで入ったばっかなんですけども、ちょっと成績は芳しくないんですけども頑張っていきますのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。では続いての選手の方をご紹介します。まずはお名前をお願いします。ゆずりはひまりです。はい、普段やっている活動を教えてください。舞台をしてます。演劇です。これぐらい。はい、では最後に視聴者の皆様に一言お願いします。ちょっと分かりづらいんですけど、こういう字でゆずりはって読むのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。では最後に私たちの紹介となります。じゃあお名前お願いします。桜木由紀です。はい、どこのお店で働いてますか。マーチャオナンバー、飯田店3階にあるお店です。はい、では最後に皆様に一言お願いします。これからですね、三木真彩プロと、そして私桜木由紀、さらに二条の結城ゆりプロと3人で、最高位戦関西盛り上げていきたいと思いますのでよろしくお願いします。あとですね、私撮影会モデルとかもしてるんで、ぜひともブログもチェックしてみてください。桜木由紀で検索お願いします。はい、三姉妹の三女のゆきんこと桜木由紀ちゃんです。ありがとうございます。それでは続いて、こちらの
とってもキュートなプロをご紹介させていただきたいと思います。まずはお名前お願いします。ミキマヤです。ミキマヤプロはどちらのお店に行けば一緒に打てるんですか？はい、私はマーチョーの三人打ちのエリア、主に難波の、飯田店、そして梅田のオミクロン店、こちらの2店舗に基本的に平日の昼間働いてます。皆さん会いに来てください。それでは視聴者の方々に向けてメッセージお願いします。はい、私はですね、普段、モデルやイベントコンパニオンとしても活動しています。私の詳しいお仕事内容や、マーチャオへの出勤日などは、ミキマヤで検索してください、ブログに載ってますんで、ぜひそちらもチェックしてください。お願いします。以上が最高位戦関西所属のプロです。現在34名所属しております。インタビューに出られていない方はこの方々です。これにて選手紹介動画を終了します。皆さん選手の名前は覚えてもらいましたか？まだ関西に最高位戦ができてから2年となりますが、これからも最高位戦関西をよろしくお願いします。では皆さんに会える日を楽しみにしています。バイバーイ。